どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたルートグロースというゲームをやっていこうと思います。タップしてスタートしたんですけど、あれ、これプロローグじゃない感じかな。うわ、ちょっとやばい、どんなゲームかがちょっと全く分からずになんか始まりましたけど、根っこか、根っこを張って木が生えるぞみたいな、なんかそんな感じかな。え、何これ、タップスタートでしょ、タップス、あー、レコード、え、どういうこと、全く何していいかが分からへん。え、これ何、ちょこちょこ、こう根っこを見てお金貯めてレベル上げたらちょっと先まで進むよう眺めるってこと。ああ、なんか、あ、英語だから分からんけど、まあまあパワーかな、これはね。あ、あー、あー、意味が分かった、なるほど。あ、このニュルニュルした根っこ左右でスワイプで動くんだ、なるほど。で、障害物避けながらなるべく下まで根っこを伸ばしたら、木が、いや分からん、変わってねえけど、まあ木がちょっとずつ成長していくよみたいな、そんな感じだな。あ、意味が分かりました、なるほど。眺めてただけだから、左右スワイプで動くようだけ教えてもらう。あ、しかも、毎回変わるんだね、マップが。ああーはーはー、で、なんか地中の水分吸うともうちょい先まで行ける。あ、意味が分かりました。だから水はアイテムみたいなもんだね。この青が枯れたら多分ゲームオーバー。はいはいはい、なるほど。あー、で、延命しながらなるべく下まで行こう。広告さ、これでいくらぐらいになるのか。どうだ、気持ちさっきよりでかいんか、あんまり分からんな。あー、ちょっとこう5倍で止めるか、5倍広告ちょっと見ていこうと思います。さあ、これで多分結構レベル上がっていくと思うんですよね。いいですね、パワーと水と、所持金が増えるよ、所持金というかボーナスでもらえるお金が増えるよを、とりあえず上げていきました。あー、早っ、気持ちやっぱ速くなるんだな。なんで速くなるんだろう、スピードみたいなのあったっけ、ちょっと英語が読めないからさ、何のパラメーター上げてるかよく分かってないんだよね。はいはいはい、もう水取りながら進むゲームだよっていうのさえ分かっていれば、そんなに難しいことはないですね。いけるだけいきましょう。あ、最初、あえ、嘘、ステージの途中に、何これ、境目でっていうこと。ああ、そんでここの境目から硬、あ、なるほどな。この地盤が硬くなってくるから、体力じゃない、パワーか、パワー上げとかないと遅くなっちゃうよということですね。大体把握した。ただ、コンスタントにここまで来れるようになったら毎ゲームあの5秒広告見ないといけないんだね。それはちょっとめんどくせえぞっていうのはあるけど、あー、でもだいぶ進めるようになった。1回広告、5倍広告見るだけで、まあ5回プレイしたのと一緒ぐらいから、OK。いやー、これなかなかえぐいな。死んだとき、地盤変わるときに5秒広告、だからつまり2回見て、で、これでまた5倍のお金もらおうと、あー、木だいぶでかくなってきた。これでまた5倍のお金もらわないと、まだちまちましか進んでいかんから、あー、でも結構増えた。あ、これで5倍でかいよ。これでまあ1000ゴールドぐらいになるから、よし。とりあえずちょっと何のパラメータかわからんけど、全部まんべんなく、上げていきながら、ただやっぱレベル上げていくのはちょっとずつインフレしていくパターンなので、あー、ちょっと後半伸び悩み、おお、だいぶ早い、だいぶ速くなった。 OK。 ちょっともうこれ繰り返してね、なんかカンストというか、一応なんかゴールみたいなのが上のゲージ的にはあるので、まあゴール行けるまで頑張ってみようと思います。さあ、ここから一面の様子を10倍速でお届けします。ゲージを一番右までやると何が待ち受けているのか、それがまあ気になったので、そこまでは絶対にやろうということでね、まあ地盤が変わるたびに5秒広告見せられ、ゲームオーバーになったら広告見せられ、さらに5倍のお金をもらうために30秒広告見せられ、それをずっと繰り返しながら同じ単純作業をね、ずっと繰り返していきました。これはワンチャンあるぞ。
まだ水結構余裕あるから。オッケー。いやーいいね。あ、何水？地下水脈。ゴールは地下水脈か。ああなるほど。いやなんか似たような。さあ、地下水脈到着して。わあ早い早い早い。だいぶ早い。オッケー。さあどんな木になるんでしょうか。だいぶでかいよ。だいぶでかい。マックス。マックス3だけどなんかしょぼい。そうこれコンプリートしたら次の星っていう感じなのかな。まあ、とりあえずちょっとごめんなさいね。30秒航空だけは見ときます。さあそういうことな。ニュープラネット、これでまた次の星に行きましょうねと。もう今杉だらけになったぞと。これがあーちょっと意外とない。6個ぐらいしか星なかったですね。オッケー。これ何、星変わったら難易度上がったりするんかな。でこの根っこたちですね、青と黄色の根っこたちはレベルを上げてると根っこからなんかちっちゃい触手みたいなの入るんですよ。この触手が水まで届くとメイン根っこが、水の中を通ってなくても、水を勝手に吸ってくれます。なのでただ動き方が結構ほら今右のやつ吸えよ。あ吸った、ちょっと遅れて吸ってくれましたけど、細い根っこたちが、頑張って水を吸ってくれれば、吸えない。左上いけない。あいけた。ギリギリいけたりすんのよ、とかがあるのでちょっと、遠くの水でもゲットができますよみたいな感じになりますね。最初の星までは行きたいな。どうやら地盤が変わるところまで行くとなんかボーナスがもらえるんですよ。あー行けそう行けそう。 OKOKOK。 もう今となっては広告見たくなっちゃってる。この広告見るの報酬が後で入るから。まあ上等、取れた。よし。1メートルぐらいしか変わらんけどまあ上等でしょう。さあ、これでいくらぐらいになるのか。インフレするかな。インフレしてくれたらありがたいの。おおなんか違うやつ。あリンゴの木かな、知らんけど、これの2つ目、スターボーナスね、これが500だから5秒広告見て500ドルもらったよと。でさらに5倍にできるよと。よしよしよし。まあ大体わかった。でだいぶインフレはしてくれてるので、まあ新しい星まで行ってその星でまたちまちまお金貯めてレベル上げてをまあ繰り返してねっていう感じなので、もう、さっさかやっちまいましょう。広告見まくりはそこまで1ステージ時間かかってないから、まあどんどん行きましょう。よし、まあ結局は地下水脈なんですね。オッケー。さあ、これで木の完全体ですが、どんなもんよ、どんなもんでかくなんのよ。そんな変わらん、そんな変わらん。なんだろうね、そんな変わらんのよ、全クリしても。はい、3つ目の星クリアしました。ちょっと毒の沼みたいのがあったりだとか、ちょっとずつなんか難しい感じにはなってますが、星が変わったからといって特にそこまでの変化はございません。さあ、これ4個目かな、クリアしました。だいぶ硬くなってます星が。でこれリンゴかなと思ってたんですけど、桜ですね。だから日本があるということでこれ地球なのかな、この星はね。おい、ちょっと待ってね、これ下手したら次がファイナルステージですね。このファイナルステージ、いやまだ言うて1時間半ぐらいしか、まあ、広告見たから早いっていうのはあるでしょうけど、そんなにまだやってないのよ。でおーレベルマックス。あちょっと待って、もうレベルマックスとかなり始めたらマジでこれ最後っぽいな。最後でなんかちゃんとエンディングとかあるかな。でもう左右に伸びる根っことかもだいぶえぐいぐらい伸びるようになったので、だいたい水の近く通っていればそのうち吸ってくれるよっていうそんな感じです。ただ、新しい星に行くたびにめちゃくちゃ地盤が硬くなるのでスピードが遅いんですよね。でスピードが遅いけど水を、使う量は一緒なので、早い方がやっぱ奥まで進めるよっていうそんな感じです。あただ今回地盤の変わり目が2つあって最後が結構長いので、なんかちょっと大変な可能性というかは見えますかね。
なんでこう地面にプレステのコントローラーが埋まってんだっていうのはちょっとありますけど、50まで生きてえな。地盤変わるところまでいかんとやっぱだいぶもらえる額が少ねえから、よしよしこれならいける。よしちょっとまあファイナルステージも頑張っていきましょう。と言ってもまあ広告見るだけですけど、よし、ちょっとこっからラストまでが結構な道のりあるんですけど、もうあの今パワーカンストしてます。パワーカンストさせたにもかかわらず、ここが遅いんすよ。なのでこれがなかなか行かれへんってなってたんですが、今回は水もだいぶいい具合に引けたので、まだ全然見えてないよね、水のなんか、来てるぞっていう感じがないからまだ行けそうな気がする。水脈なんなんだろうかこれ、もう分かんないのよ。なんか地面に UFO 埋まってたりプレステ埋まってたり、だから障害物が多いからちょっと道が、あーやばい、来始めた、水が来始めた。ほんであのね、地中に埋まってる水がこの辺から少ないのですよ。あでも行けそうじゃないこれ、水ある。あーラッキーウォーター、いいよこれ、いけるよ多分マジ。あーった、よし、ちょっとね、全クリ全クリ、これ全クリ。言うて2時間かかったかかかってないかぐらいで全クリができました、多分多分ね。さあ、これでまあ木ができるまではいいけれども、その後どういう展開があるか、エンディングとかねえかな。さすがにあんだけマックスなってるからこれ以上のステージはない気がするんですよね。さあもうだいぶお金もやっぱインフレします。インフレしてすげー額、溜まっております。もうカンスト全部カンストさせる必要はないので、あこれ今あの30秒広告じゃなくて、普通にいらねえよって押しても広告出ます。だから結局広告見せられるので、5秒広告よりね30秒見りゃあの5倍でもらえるわけですから、ノーサンクス押してんのに出る。とりあえず今全部クリアしたけど、特にエンディングはなしと、で、カンストした状態で最初の星に行ったらどれぐらいドリリングしてくれるのか、根っこめちゃくちゃ生えんじゃねえかっていうね、それだけ見たいんですけど、あそうでもねえわ。なんだよ、あの最後の星も、最初の地盤はこんぐらいの速さだったので、別になんか、べらぼうに速いぞみたいな映像を見せたかったけど、特にそんなこともないですね。なんかいまいち達成感は弱めでしたかね。まあ2時間ぐらいで手軽に、まあ、全クリしたぞっていう達成感は味わえましたけれども、まあそれ以上でもそれ以下でもない、感じでしたかね。広告はあるんかい、クリアした星も、まあ一切伝わらないとは思いますが、最後の最後の地盤でもこの速さで進めるっていうのは、ちょっと嬉しい。まあただそんだけですね。マジでだから何ですね。広告が出ない、ラッキー、よし、あーやっぱ早いと広告出ねえんだな最後は。 OK ということで、今日はですねルートルオなんだっけ、なんかちょっと忘れた、なんかそんな感じのゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。